クベタペシケ、クベタペシケ、カベイエタペシック、1975年7月9日台は、チェコビーロ別出身の女子プロテニス選手。ダブルスの得意な選手として知られ、2011年のウィンブルドン選手権の女子ダブルの優勝者である。2010年の全仏オープンの女子ダブルスと、2006年と2010年、2012年の全米オープン混合ダブルス部門での準優勝もある。 自己最高ランキングは、シングルス26位、ダブルス1位。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス30勝を挙げている。旧姓、クベトスラバヘルドリコバ、クベトスロブハードリカバというが、クーベタは、愛称、2003年に、コーチのトルステン・ペシケ、トーストン・ペシックと結婚した。身長165センチメートル、体重58キログラム、右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。ヘルドリコバは1991年から選手経歴を始めたが WTA ツアー株組織の大会で長い下積み生活を送った。1998年4月、ヘルドリコバはクロアチアマカルスカ大会で世界ランキング140位の予選勝者として初優勝を果たす。この優勝で世界ランキングを大幅に上げた彼女は 1998年、全仏オープンで四大大会に初出場した。この後、8月のポーランドソポト大会でダブルス初、優勝。ヘルドリコバのシングルス優勝は、WTA ツアー大会では、マカルスカ大会の一勝のみであるが、その後ダブルスで実力を伸ばしてきた。2000年、ヘルドリコバは、全豪オープン、全仏オープンの2大会連続で3回戦に進み、 シドニー五輪にもチェコ代表選手として参加したが、シングルスダブルスとも1回戦敗退に終わっている。この時期に、ヘルドリコバは、世界ランキングを33位まで上げた。2002年の前後オープンで、クベタ・ヘルドリコバ・ワダやベダノワとペアを組み、第1シードのリサ・レーモンドレネスタブス組との準々決勝まで進出した。この後、ヘルドリコバは左膝を痛め、 2002年12月と2003年3月に2度の手術を受けた。左膝手術によるブランクの期間中、2003年5月5日にトルステン・ペシュケと結婚する。ようやく2004年5月、ポーランド・ワルシャワの J&S カップで復帰を果たし、それ以後は夫の性のみを使用してクベタ・ペシュケと名乗るようになった。2度の左膝手術を乗り越えた後、 ペシケは2005年ウィンブルドンで初めての4大大会シングルス4回戦進出を果たした。この大会ではペシケは2回戦でベラズ・ボナレは3回戦でコンチタ・マルティネスを破って勝ち進み4回戦でナディア・ペトロワに7から6、6から7、3から6で敗れた。2006年全米オープンでペシケは同じチェコのマルティンダムと混合ダブルスの青組。 初めて4大,大大会決勝戦の舞台に進出する。チェココンビは決勝でボブブライアンマルチナナブラチロワ組に2から6、3から6で敗れた。2007年4月以後、ペシケはデネスタブス、オーストラリアと組んで大半のトーナメントに出場するようになり、このペアで年間三勝をあげた。2人は2007年度の4大大会でもウィンブルドンベスト8、 全米オープンベスト4を記録した。2008年の女子ツアー年間最終戦、WTA ツアー選手権のダブルスで、ペシュケとスタブスは、第1シードのリーゼル・フーバーカーラ・ブラック組に1から6、5から7で敗れて、準優勝者になった。クベタ・ペシュケは2007年全仏オープン2回戦進出を、最後に女子ツアーのシングルスから撤退し、活動をダブルスのみに絞った。 2010年から、ペシケは、カタリナスレボトニク、スロベニアと組んで大半のトーナメントに出場するようになり、全仏オープンで初めて4大大会女子ダブルスの決勝に進出した。決勝では、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に2から6、3から6で敗れた。全米オープンでは、アイサムイコール、ウルイコールハク,クレシ、パキスタンと組んだ混合ダブルスで2度目の準優勝となった。 2011年ウィンブルドン選手権では、カタリナス・レボトニックと組4大大会女子ダブルス2度目の決勝に進出。決勝では、ザビーネ・リシキサマンサス・トーサー組に6から3、6から1で解消し、4大大会初のタイトルを獲得した。この大会では、女子シングスでペトラ・クビトバ、混合ダブルスでは、イベタ・ベネソバが初優勝し、女子の全種目でチェコ選手が、 優勝者になった。大会後のランキングでペシケは、スレボトニクと並んで、初めてのダブルスランキング1位になった。2012年全米オープンでは混合ダブルスで、マルチン・マトコフスキと組決勝に進出した。決勝では、エカテリーナ・マカロアブルーノ・ソアレス組に76、16、1012で敗れ3度目の準優勝となった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。